皆さんこんにちは。女流棋士の香川真央です。本日も将棋ウォーズ夏の百勝チャレンジやっていきたいと思います。今回は浴衣でお届けいたします。百勝チャレンジもまだね、始まったばっかりで本当に達成できるのかなって今もすごい不安なんですけれども、なるべく余裕を持って楽しく実況解説できたらなと思っていますので、ぜひ皆様も最後までお楽しみください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは10分切り負けで対局を始めます。対局開始。あなたが先手です。2段の方ですね。よろしくお願いします。先手番ということで、いきなり5筋を突いていこうかなと思います。先日のね、一曲指しませんか動画も初手5、6歩から始めてね、ちょっと結構コメントでも気づいてくださった方がいて嬉しかったんですが、中飛車で行こうかなと思っていました。7二銀ってちょっと変わった手ですよね。これどんな狙いなんだろう。棒銀もしかしてしてきたりするのかしら。中飛車8三銀だともう原始棒銀なんですけれども、中飛車相手にはちょっと珍しい組み合わせかなという印象ですよね。まあ、中飛車ってやっぱりこの盤の中央ど真ん中でドーンといきなりこう攻めていく積極的な戦法なので、棒銀、まあ、若干こう偏っちゃうのでね、隙になっちゃってもおかしくないかなというところで、あんまり見ないということなんですかね。6四歩6三銀とかなれば、ある意味また普通の形に戻ってくるかなという印象です。もしくは7四歩7三銀6四銀となっても自然なんですけど、7二銀って上がったってことはやっぱこういうことなんですよね。8三銀か、いやーどうしようかな。あんまり指したことないですね、この形。6六歩6七銀という風に、7六の地点攻めてきそうなので受けちゃうのが、一つ。まあでも一回書こうかな。何はともあれ、4八玉。で、ここで7四銀って上がっちゃうと、6号まで出てこられたらね、結構嫌なんですよ。なんですけど、6六歩と突かれた時の次の手ちょっと難しいんじゃないかなと思います。なのでそうですよね、やっぱり8四の方に上がってこられたんですけれども、まあもう一回寄っとこうかな。攻める気満々なので、お相手の方がちょっと一旦戦場から離れておきたいと思います。もちろんこの8四銀を真っ向から受けに行くようなね、5七銀6六銀っていう手を指すのも自然ですし、まああとこのままついておきましょうね。9五銀と出られてしまっては8六の地点受けづらくなってしまいます。おお、いきなり攻めてきますね。すごいな。なんか嫌なことでもあったのかなとか思ってしまうんですけど、同歩かな、同角8五銀ちょっと嫌ですかね。いやでもこういうの有力なのかな。9五歩ってついてくるってことでしょう。いやーちょっとにわかには信じられない仕掛けという気もしますけどね。王様がこの左側、例えばなんか7八とかにこう私の王様がいるんだったらわかるんですよ。こうこれ、同銀っていうのが、まあ、その、相居飛車の一つのね、攻め方の定石で、まあ、銀香交換、同香同香ってなった時に、駒損になっちゃうんだけど、まあ、破壊力があるよね、というところで、まあ、評価されているね、戦い方の一つなんですけれども、さすがに戦場から王様がね、もうかなり、その、遠くに今、逃げている状態なので、まあ、これがやっぱりその、なんでしょう、金銀を動かさないで王様をね、安全地帯に先に避難させてあげる、こう安心感ですよね。最初の方はこう受ける手に感じられるんですけど、後に積極的にね、前向きな手をこう指していくにあたって、先に戦場から離れておくというのは非常に大事になってきます。同香だったんですが、これは受け止められるんじゃないかな。少なくとも私はそういう風に習いました。同香同銀ってさっきやっちゃうと、それはさすがに8、6銀って次刺されちゃうのとかもね、嫌かなという感じなので、ここは歩を使った受けを発動していきましょう。9、6歩同香で、まあ同香でも良さそうなんだけど、9、5歩でね、ちょっとややこしそうなので、9、7歩ともう1枚の歩を打っていきます。これ8筋であらかじめもらってたやつですね。
これがあればまあ受かってると思うんですよね。まあこの手自体はね、あの有段者の方とかは皆さんご存知と思います。これ同香に、まあ、同香って取っちゃうと9六歩同香9五歩で何やってるか分かんなくなっちゃいますけど、同香の時に同桂で、そして9六歩には8五桂という風にすれば、駒が自然に逃げていくことができているかなと思います。まあこの瞬間8八歩って打たれるのだけちょっと怖いけど、なんとかするつもりです。あ、同香なりでしたね。同桂で先ほど解説したような手順に進んでいきそうです。で、先ほど言ったんですけれども、ここの手筋自体は皆さんね、あの有段者の方は当然使える手かなとは思うんですが、まあ、大事なこととしてはやっぱり相手の駒をね、呼び込みすぎないと言いますか、相手の駒が前に出てくる、勢いがついてくるっていう状況にさせないというのが一つね、あの考え方としてはまず大事かなと思います。それでも出てきましたね。でもこれは気持ちがいい手がありそう。8五桂、あれでも8五桂って8六銀って出られる手があるのかな。先ついとこうかじゃん。いやこれどうなんだろう。でもこれ瞬間8六銀って出られちゃうかな。気にしたのは8五桂とした瞬間に8六銀とすり込んでくる手ですね。同角には8五飛車と、まあ、無理やりさばいてこられて悪くはないんですけど、なんかよりよくできるかなという手ですね、5四歩は。それに飛車をね、使っていくにあたってはいずれは突かなくてはいけなさそうなので、ここでもうついちゃおうというような狙いになっています。同歩が入ってから8五桂と飛ぶと先ほどと何が違うでしょうか。先ほどのように8六銀同角8五飛車とやろうとすると、実はね、8六の角遠く4二の方まで効いてきてますよね。あの王手になっているんです。これが5四歩の一番の狙い筋でした。ということで銀が前に出られなくて、お相手の方は下がってこられたんですが、ここはセンスが求められますよね。何指すのがいいかな。ぱっと見は6六角みたいな手が浮かんだんですけど、浮かんだ手を指します。直感に素直に指しました。3四歩とついてくる手か、お相手の方もしかしたら8五銀みたいな感じで、ね、桂馬取ってくることもあるかもしれません。私の次の狙いは9三香成。この9三の地点はお相手は銀と桂馬、そして私は香車桂馬、あと角ですね。角が銀越しに効いていて3枚ということで2対3、私の駒の方が多く効いている地点なので、ここに香なったら同桂同桂なり同銀同角なりみたいな感じでどんどんね攻め込むことができるということで、まあ、これ角道開けてきたけどこれでも行くのかな。よいしょと踏み込んでいきましょう。これ王様が4八とかにいると6六角ってお相手からこう角取られた手が王手になっちゃうんですよ。なのでそうなっちゃうと、まあ、同歩で取らなきゃいけなくて、この9三の地点に効いてる駒1枚少なくなっちゃうので、まあ、そうなっちゃうと何やってんのかよくわかんなくなっちゃうんですが、まあ、これで無事こう銀を取りながら角を投げながら前向きに攻め込んでいくことに成功しました。これ丸々銀得なのかな。そうですね、ちょっとこうなってしまうとお相手の方はちょっと手も足も出しづらくなっていたかなと思います。やっぱりね、棒銀ってすごいいい戦法なんですけど、破壊力があってね、なかなかこう2段そしてこう有段になってくるとそれだけでこう手にしていくのまあ難しいっていうところはありますよね。この棒銀対策というのをお見せできていたらよかったなと思います。対戦ありがとうございました。ということで今回は中飛車対棒銀の一戦をお届けしました。ここまでご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけた方、勉強になったよという方はぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。将棋ウォーズ夏の百勝チャレンジ、現在の成績はこのようになっております。まだまだ先はね長いんですけれども、一生懸命頑張って百勝を目指していけたらなと思っています。応援のコメントなどもお待ちしております。それでは失礼いたします。次回も頑張ります。